阪神、糸井に球団が何かしらの役職与えるって話は結局どうなったん？そういえば糸井に球団が何かしらの役職与えるって話はどうなったんやろ？小金いらなそうやからなくなったんかな？たまに鳴尾浜に来てアドバイザーになってほしいけど。その話流れたん？いやわからん、続報ないなって。岩田とか球児は年内にあった気がしてどうなったんやろと。糸井が満喫してるし流れたっぽいかもね。メディアの仕事十分できる人はわざわざ監督コーチやりたいとは思わんだろうね。拘束時間も長すぎるし。糸井は解説全くできてなかったけどシーズンどうするんかね。鳥谷みたいに解説もバラエティ番組も両方こなせるのが一番良いだろうけど。あまりに喋れなくてもきっと阪神球団が別のお仕事あげるやろから平気？サスケ楽しそうやったな。正直ボディビルダー転向でもするのかと。転向矢印転向。よっぴ明日の天気はどうなんだい？大胸筋ルーレット。あれって変な役職無理やり作って給料与えて時期入閣するための運売ってるつもりだろうけど、球児も岩田も全然入閣する様子ないから無駄なことに気づいたんかも。一応球児はフロントに入ったから。岩田はコミュニティアンバサダーってマジでよくわからん役職やからあんまり縛るつもりなくてただの功労金かなと思ってる。球児はいずれ絶対に監督やるやろ。岡田終わった頃に入閣するんちゃう。球児はどんでんの後のつなぎ監督の元でヘッドやって、満を持して監督やると予想。どんでん矢印球児の直つなぎはなんとなくない気がする。球児は GM までありそうやな。どっちにしろ二軍監督してからの方がいいと思うやっぱり。